はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、子供たちが元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕がね、爆食いをしたためにですね、基準値を上回ってしまった悪玉コレステロールなんですけどもね、世間一般的にはね、悪者と思われがちですけどもね、実は人間の体の中でにはね、なくてはならないとても重要なものなんですよ。そもそもコレステロールには、その悪玉と善玉とね、分けられているのはね、ご存知の通りなんですけども、そんな悪玉コレステロールというのはね、LDL コレステロールと呼ばれるものなんですけどもね、その LDL コレステロールというのは、肝臓で作られたコレステロールを血液を通して体中の細胞に運ぶ働きをしています。しかし、血液中に LDL コレステロールがね、増えすぎると、血管の壁に溜まっていってしまって、動脈硬化をね、促進させる、進行させる要因となるのでね、悪玉とね呼ばれています。ことをしてるのにね、悪者扱いされてるんですよ。で、一方、その反対に、その善玉と呼ばれる HDL コレステロールというのはですね、いろんな臓器で使い切れずに余ってしまったコレステロールを回収してまた肝臓に戻すという働きをしていて、動脈硬化を抑える方向に作用するために善玉と呼ばれています。このように同じコレステロールですがね、善と悪にね分けられてしまっています。で、そしてその悪玉コレステロールというのはですね、コレステロールを運ぶだけじゃなくて、中性脂肪もね運んでいます。なので、中性脂肪も増えるとですね、その悪玉コレステロールがたくさん運びすぎるので、これはよくありません。逆に悪玉コレステロールが増えると、中性脂肪を多く運ぶことができるようになりますので、これもよくありません。言い方変えてるだけでね、言ってる内容は一緒です。片方だけね、その増えたとしても、それなりに運ぶ量は増えるので、アカンタイプの相乗効果が生まれてしまいます。これはダメですよね。非常にね、危険ですよ。このように聞けばね、やっぱりその悪玉コレステロールってあかんやんって思うんですけども、最近ではね、その悪玉コレステロールはね、それは増えたらあかんけど、減るのもあかんやろうって、ね、言われるようになってきたんです。で、その理由としまして、この度ね、その悪玉コレステロールが薬を運んでいるということが分かったんですよ。これはすごいことですよね。薬ですよ、お薬をね、悪玉コレステロールがね、体に運んでくれてるんですよ。こう聞いたら、悪玉コレステロールも実はいいやつなんじゃないのって思ってしまいますよね。今まではそのコレステロールや中性脂肪などね、いわゆるその脂質を運ぶものとしてね、知られていましたけども、そのビタミン E や、ね、ビタミン K などのね、その一部の栄養というものも一緒に運んでくれることが分かってきました。だから、その脂質だけじゃなくてビタミンも運んでくれるっていうのはすごいね、驚きなんですよね。そして、コレステロールがね、大事な理由はまだまだあります。コレステロールというのはね、体を構成する細胞のね、一つ一つの細胞の細胞膜の、主要材料でありまして、さらにその副腎皮質ホルモンとかね、性ホルモンの原料になったりとか、そして胆汁の主成分である胆汁酸の原料になって、脂肪の吸収をね、助ける働きをします。すごいですよね。すごいでしょ、コレステロールって。その脂質であるコレステロール自体っていうのがですね、脂肪の吸収を助けるための原料になってるんですね。ほんでね、その体にね、そもそも必要なコレステロールというのは約3割が食べ物から、で、残りの7割っていうのは糖質やね、脂肪酸を原料として主に肝臓で作られています。そうなんですよ。その体にあるね、コレステロールっていうのはね、7割がね、自分自身の体でね、作られてるんですよ。なので、残りの3割を食事で補わなければいけないんです。しかしですね、実際に食事でのコレステロール摂取というのは3割ではね、止まりません。これね、ついつい知らんうちにね、脂質ってね、食べ過ぎてしまってるんですよ。チョコレートとかってね、すごい美味しいじゃないですか。もう食べ出したら止まらへんでしょ。だから太ってしまうんですわ。大変ですよね、ほんまにね。だからね、コレステロールといえばね、脂質なので、油っぽいやつを完全にね、食べなかったらいいと考えがちで、お米とかね、お芋さんとかパンなどのね、炭水化物ならと、ね、お肉などのタンパク質ならと、
ね、これのねそのタンパク質とねで炭水化物をたくさん食べるぐらいやったら、油分が少ないから脂質が少ないからいけるわとね思われる方がねすごい多いんですけども、それではね今度はねその血糖値というものが上がってしまいましてね、血液疾患のリスクにね拍車をかけてしまいます。なので、まあ、野菜でビタミンミネラルはもちろんなんですけども、まあ、そもそもの脂質も炭水化物もタンパク質も体の代謝にすごい大切なので、ね、バランスよくね、そして時間に余裕を持ってねゆっくりゆっくり食べましょう。ゆっくり食べることでお腹いっぱいになったらね、でその感覚がね腹八分目みたいなんですよ。そうするとねそのコレステロールも中性脂肪の数値っていうのもですね穏やかになってきます。なのでね、まあ、僕のようにねそのコレステロールでお困りの方はねぜひ試してみてください。そんな感じでね嫌われてるコレステロールも実は大切な役割があるよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。